燃やしたごま木の上を参拝者が歩く日渡りで知られる大野町無形民俗文化財節分星祭りが2月4日大野町内の木振寺で営まれ、参拝者が炎が立ち込める中で一年の無病息災を願った。山伏が虎や弓などで場を清めた後、高さ 1.5 メートルほどの護摩壇に点火。炎や煙が上がり、参拝者が願い事や名前を記した護摩木がくべられた。炎が弱まると護摩弓を左右に広げて崩し、服を塗り越えるにちなんだ長さ9メートルの道を作った。参拝者は炎が上がる中、中央の道を素足で通り抜けた。青木清志殿、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